さん。どうです彼は。まさかまだ黙秘を続けているなんてことは。とても我慢強くて私のタイプですね。それはダメです。あら、これはジョハリ部長。相変わらず綺麗だね君は。えんむ、早速出来上がってますな。あらあら、このカスどもが。柔軟な発想に欠け、凝り固まった思考から取り戻せば全てが解決するのです。何ですかそれは。あなたはなぜそこまで私の邪魔を。申し訳ありません二宮社長。何だ、お前のデザインも大概だぞ。1週間後にもう一回コンペだ。新しい構想をまとめてこい。はい。